大井高春は、日本の競技マージャンのプロマージャンチ YouTuber。東京都葛飾区出身。無及び M リーグ、渋谷アビマス所属。無では、同団体の代表を務め、同団体最高ランクの SSS 級ライセンスを保持している。多くのタイトルを獲得しているほか、トーク力を活かして様々な番組に出演している。5歳の頃にマージャンを覚え、 10歳の頃にはほぼ、ハイ効率をマスターしていたと公言している。20歳の時に、プロの試合を見学して、刺激を受け、プロ入りを決意。1995年、23歳の時に、日本プロマージャン連盟のプロテストに合格し、第12期生でプロデビューした。1997年に、新人王となり、 法王リーグも順調に昇級し2003年に最上位の A1 リーグ入り。他のタイトル戦では準優勝が多くシルバーコレクターと呼ばれた時期もあったが2002年日本オープン優勝2005年王い獲得と着実に結果を残した。しかし2006年 A1 リーガー現役王いのまま土田交渉、安部隆の 河野隆らと共に日本プロマージャン連盟を大会。無の創設に携わり2007年から代表に就任。特に2016年は RTD マンスリーリーグなど多くのタイトルを獲得した。2018年に開かれた M リーグのドラフトで渋谷アビマスに一巡目指名を受けた。レギュラーシーズンでは終盤戦で4連勝と11連続連隊を達成するなど、 476.3パートで個人スコア主位となり、チームのファイナルシリーズ進出の大きな原動力となった。面前重視の攻撃型、バランス型と評されることがあるが、自身の YouTube チャンネル、タカチャンネルで多い本人が守備型と明言した。キャッチフレーズ、最速最強の名の通り、誰よりも速く、誰よりも強いマージャンを標榜している。 どんなルールでもあまり打ち方を変えないと公言しているが、様々な戦術を取り入れる柔軟さも持っている。また手配に安全牌を一枚抱えることが多く、両面待ちが好み。あまりにハイパイが悪い時は、しばしば第一打から降りていくこともあり、本人は、ハイパイりと呼んでいる。テレビ対局の解説や、ネットマージャンの一人実況では、非常にフランクなトークが目立つ一方、 理論的な麻雀論を時折織り混ぜている。その他優勝多数、決勝進出多数2018年ドラフト会議で渋谷アビマスから1位指名された。他のチームメートは松本義弘と白鳥翔とヒューガ愛子。10月2日の第2試合で自身及びチームの初勝利を挙げると10月は7004勝と好調を維持。11月に入ると低迷が続き11。 12月ではトップを取ることができず1月10日にはチームも6位に沈んだ。1月11日の第2試合でトップを取ると再び校長を維持し、以降レギュラーシーズン終了まですべて1位か2位となる11連帯を達成。個人スコアは全21選手中1位となる476.3を挙げ、チームも2位でファイナルシリーズへの進出を果たした。 ファイナルシリーズ進出について、大井は白鳥のおかげです。自分のマイナスが300までいっても、僕らの試合を全部見てくれて、反省点をもとにアドバイスをくれた。彼のおかげで僕らがあるんですと述べている。個人賞は規定打数以上の選手が対象。ありがとうございます。